今日はですね、大口橋について話をということでしたので、40分ほどですね、お話をしたいと思います。そもそも大口橋とはというところで、ざっとその大口橋のプロフィールを、ずらっと並べています。北アメリカ原産の、純淡水魚。純淡水魚というのは、海に降りることなく、一生ですね、淡水域、川や池や沼で過ごすことができるということになります。最大で60センチ程度。特に湿水域ですね。流れがあまりない環境を好んでいて、国内ではダム湖、河川、中下流域の特に堰の上ですね。それからため池といった環境に好んで生息していると。で、その植生は、生きた小動物というところで、特に魚類、甲殻類、昆虫類を好んで食べることが知られています。それから繁殖期は、4から7月。これは地域によって違いますが、おおむね温度で決まってきます。一般的には表層水温が15度を超えた頃から繁殖が始まるとされています。それから産卵生態としましては、砂利の上なんかにですね、くぼみ状の、産卵床を作って、メスに卵を産ませて、オス親が孵化するまで、保護をするという習性があります。メス1匹。これも大きさによって全然卵は違いますが、2000から14万と、大きい個体では非常にたくさんの卵を産むということが分かっています。で、外来種ということで、もともと日本にいなかったわけですが、日本では1925年に、神奈川県芦ノ湖に放流されたというのが始まりだという記録が残っています。福岡県では、1970年代後半からの生息情報があります。その由来ははっきりしていません。その後ですね、それは着々と、分布を広げ、循環種ですから空を飛んだり海を介して移動はできませんので、人が、いろんな川に持ち込んで放流したということになるわけですけれども、これちょっと前ですが、私が、十数年前に、調査した結果では、九州北部約900地点における、分布調査で70地点で確認されている。これはゲンゴロブナ、ヘラブナやブルーギルについて、多いということで、県の、外来種としてはですね、非常に広い地域に、もう定着してしまっているという状況にあります。で、今日はですね、オクチバスを中心として、外来種問題をちょっと考えるというところで、で、勉強会というところもありまして、ちょっと基本的なところを、中心に、まずはちょっとお話をしたいと思います。で、外来種問題というですね、言葉はもう、最近ではいろいろ、メディアなんかでもですね、見る機会があるかと思います。それで重要な基礎知識が、いくつかあります。そのうちの一つ目ですね。まず外来種というものの定義ですね。外来種というのは、人為的に持ち込まれた生物という、定義であります。すなわち持ち込み年代は問わないということで、1000年前でも1年前でも3日前でも、人為的に、人が持ち込んだということが明らかであれば、それは外来種となります。それから、これ人が運んだというところが非常に重要で、自力で移動してきた生物は外来ではないということになります。福岡では、渡り鳥、よく来ます。黒面ヘラサギという鳥なんかは毎年、朝鮮半島からですね、パタワンに飛んできて、越冬してまた帰っていきますが、これは自力で行ったり来たりしていますので、外来種ではないということになります。本来、その生物の自力では移動できない距離を、無理やり持ってきて離してしまったというものが、外来種ということになります。従いまして、国内他地域から持ち込まれたものも外来種ですね。例えば、琵琶湖、滋賀県の琵琶湖から、九州、運河川に持ち込まれて放流されたものは、外来種になります。特別に国内由来の外来種というふうに呼ばれることもあります。それから、同じ種類であっても、遺伝子が異なれば、これも外来種、外来集団ということになります。例えば、メダカとかですね、ホタル、なんかを、筑後川から、運河川に放してしまえば、それは、外来の集団ということになります。まずそういったものが、外来種と呼ばれるということになります。それから二つ目ですね。外来種をすべて対策しなきゃいけないのかっていうと、実はそういうことではないんですね。対策を取るべき外来種は侵略的なものに限るという状況があります。例えば、稲をはじめとして、多くの農作物は、これ外来種ですね。人が持ってきたものですが、侵略性はないと。
まあ、稲なんかは、まあ、田んぼで稲刈りをした後もしばらく生きていてですね、ちょっと成長したりしてますけれども、まあ、人の手を離れて成長しますが、まあ、それが、川に出ていってですね、越冬して、まあ、大繁茂するということは、ないわけですね。まあ、これは侵略性がないと。侵略性というのは、生態系とか経済とか健康への害があるもの。まあ、そうした定義がされているわけです。それから、その侵略性というのは、まあ、生態系被害防止、外来種リスト、またちょっと解説しますが、まあ、どういったものが侵略性があるかというのは、こういったリストで整理されています。その中でも侵略性が高い、特に高いものを、まあ、特定外来生物に指定していて、これが対策の優先度が高いという整理になっています。これはちょっと後で詳しく説明します。それから3つ目ですね。まあ、対策というのは、まあ、様々な段階のものがあります。まあ、一般的に外来種対策というと、まあ、根絶ですね。ゼロにしなきゃいけないんじゃないかということを、まあ、よく言われます。もちろん根絶というのは、まあ、一般的に重要なことではあるんですけれども、同時に困難でもあると。実は、まあ、根絶までいかなくてもですね、低密度に抑え続けるというところで、十分この生態系、経済、健康への害というのを抑えることもできるということで、まあ、侵略的な外来種対策というのは、必ずしも、根絶を目的と、まあ、第一段階としては、根絶を目的としない、低密度とかでも十分に、意義があるといったことになるわけですね。なので、外来種問題を考えるでは、まずこの3つのことをですね、まあ、よく知っておく必要があるということになります。侵略性についてもうちょっと詳しく説明しますと、まあ、生態系への影響というのは、在来種を食べるという捕食、それから、食べなくてもですね、在来種の生息、生育環境を奪ったり、餌を取ったりする競合、まあ、それから、雑種化してしまって、しまうという、まあ、遺伝的撹乱という3つがあります。それから、人の生命、身体への影響。まあ、これは分かりやすいんですが、まあ、毒を持っていて危険とかですね。人を感染させたりする。それから、農林水産業、経済への影響といいますと、こういった、農作物を食べるとかですね。畑を踏み荒らす。まあ、養殖場を荒らすとかですね。まあ、そういった害があります。まあ、こういったものを持っている外来種を、侵略性がある外来種というふうに、まあ、整理して、特に対策を進めなければいけないという状況になっているということになります。で、まあ、これはですね、行政的にですね、まあ、きちんと、まあ、方針、指針というのは決まっていまして、日本国内においては、3つのですね、基本方針が、すでにできています。まず、重要なのが法律で、外来生物法ですね。これは2005年、からですが、2020年12月現在で156種類の特定外来生物を指定していまして、これは特に侵略性が高い種と、ということになります。こういったものについては、飼育、栽培、運搬、輸入、等が規制されている。まあ、違反したら罰則があるといったものになります。二つ目が、生態系被害防止外来種リストで、これは環境省と農水省が共同で作ったものです。先ほど言った、侵略性が高い。まあ、外来種もいろんなものがありますが、その中で特に、対策を取るべき外来種をリストアップしたものになります。429種類が載っていると。それから三つ目が、啓発ですね。外来種被害防止行動啓発。これは、環境省、農水省に加えて、国交省も共同で出しているものになります。まあ、外来種対策を推進するための基本的な考え方を整理した指針ということになります。一個一個説明していきます。まあ、外来生物法というのは、まあ、主管環境省になりますが、特に侵略性の高い種を選定しています。まあ、飼育とか栽培とか、まあ、放流とかもそうですね。こういったものを違反すると、まあ、最大でですね、3年以下の懲役、もしくは300円以下の罰金。法人であれば1億円以下の罰金ということで、かなり厳しい法律になっています。なので、まあ、この特定外来生物になっている指定種については、まあ、行政あるいは、国民としては、特に優先的な対策を行う必要があるということになります。次に生態系被害防止外来種リストですね。これは環境省、農水省が共同で出していますが、今、たくさんある外来種のうち、特に侵略性のあるものを選定して、まあ、その優先順位をですね、カテゴリー区分して、整理したリストになります。特定外来生物は、この中から選ばれるということになります。で、掲載する中にはですね、国内由来の外来種ですね、国内用されたもの、あるいは、まあ、産業上は重要だけれども、まあ、野外で自由に繁殖してしまうと問題がある種ということで、
まあ、産業管理外来種というカテゴリーでニジマスなんかも入っています。まあ、特に行政としましては、この経済種に対する認識を高める必要があると。まあ、特定外来ほどではありませんが、これに載っている種の、まあ、放流とかですね、あるいは、栽培、植栽なんかは、まあ、行うべきではないというようなことになるわけですね。次に外来種被害防止行動計画ですが、これは環境省、農水省に加えて国交省も関わって作ったもので、今、外来種対策に関係する各主体の役割と指針を定めたものですね。まあ、8つの基本的な考え方がまあバーッと書いてありますが、まあ、関係者に言えば国、地方自治体、国民、まあ、それぞれまあ役割が違いますが、まあ、その役割に沿って、国内の外来種問題、まあ、特に侵略的な外来種に対する問題を、解決していかなくてはならないと。まあ、そういった、方針、やり方を示した計画ということになります。それからですね、まあ、各地方自治体において、個別にですね、侵略的な外来種のリスクや対策を作っているところは、まあ、少なくないんですが、福岡県でも、2018年に独自のものを、公表していまして、福岡県侵略的外来種リスト2018としています。で、まあ、福岡県内で確認されている外来種630種のうち、まあ、侵略性のあるものを275種リストアップして、まあ、優先順位を決めていると。まあ、その中でも特に20種のですね、重点対策外来種というものを選定していまして、まあ、動物10種、植物10種なわけですが、まあ、小川流域で確認されているものをちょっと今回青いで示しましたが、まあ、県域としてもですね、まあ、対策が必要な外来種が小川流域にもすでに多く、定着してしまっているという状況にあります。で、まあ、そうした、前提条件、背景の中で、改めて大口バスを見てみますと、大口バスは外来生物法に基づく、まあ、特定外来生物に指定されています。まあ、最も高ランクのものですね。まあ、従いまして当然のことながら、生態系被害防止外来種リストでは緊急対策外来種で最も高いものに入っていますし、県の侵略的外来種リストでも、まあ、重点対策といった最も高いものに入っていると。まあ、その他ですね、世界ワースト外来種や日本ワースト外来種に入っていまして、まあ、現状ではですね、まあ、非常に高い侵略性が認められていて、まあ、行政として、あるいは国民として、まあ、最も確実な対策が必要と、まあ、そういったものに位置づけられる外来種の一つということになっています。まあ、そういった、まあ、背景もありまして、各省庁いろんな対策に関する、まあ、資料を作っていますが、国交省の方では2013年に、河川における外来魚対策事例集ということで、まあ、ブラックバスを中心とした、駆除対策、抑制対策についての資料を作っています。環境省も同様に2014年に改定されていますが、大口バス等の防除の手引きといったものを作っています。それから、農林水産省の水産庁ですね、の方も2015年に、誰でもできる外来魚駆除ということで、大口バス、小口バス、ブルーリューの駆除マニュアルを、まあ、公表していると。という状況にあります。で、まあ、各都道府県、特に県別にですね、まあ、再放流を審査する県というのも出てきていまして、まあ、ちょっとさっき説明されましたが、まあ、外来生物法で指定されている、まあ、特定外来生物は、まあ、生きたまま運搬したりですね、飼育したり、まあ、よその場所に放流することは禁止されていますが、まあ、一方でですね、まあ、釣りというですね、まあ、レジャーに配慮して、まあ、釣った場所にリリースすると、いう行為そのものはですね、外来生物法では、禁止されていないですね。まあ、ところがですね、県によっては、それでは、まあ、抑制対策が十分ではないというところで、まあ、釣り上げた個体のリリースそのものをですね、さらに禁止しているといった県があります。まあ、それが、今示しているスライドの中ですね。まあ、基本的には、まあ、水産関係の、漁場管理委員会指示という形で出しているところがほとんどですが、まあ、滋賀県、佐賀県、熊本県のように、まあ、条例を作って、まあ、きちんとですね、禁止をそこに含めているといった、ところもあります。まあ、こうした動きは、今後、まあ、増えていくのかなというふうに考えています。なので、こういったところでは、釣ったのでもですね、元に戻すと、それが、まあ、違反になってしまいますので、まあ、注意しないといけないということになります。で、じゃあ、まあ、実際ですね、どんな影響があるのかというところですね、大口バスですね。まあ、これ実際、九州ではですね、まあ、きちんと調査された事例はあまり多くないんですが、まあ、以前ですね、大学に行った時に、まあ、筑後川水系で、
採集されたオオクチバスの胃の中身をですね、まあ、調査したことがあります。まあ、右の上の写真のように非常に大きな口でですね、生きたものをですね、丸飲みしてしまうという、まあ、生態を持っているわけですが、まあ、実際解剖してみると、左下の写真のようにですね、ハミミガメ、まあ、これも外来種ですが、そういったものが出てきたり、あるいは右の写真のヤリタナゴですね、別の一部ですけども、こういったものが出てきたりということで、まあ、いろんな分離群のものを、まあ、やはり丸飲みして食べているという状況が九州でも、まあ、起こっているということになります。まあ、一番ですね、まあ、そのバスの影響、それを取り除いた例として、国内で、出しているのが宮城県の伊豆沼というところの事例ですね。まあ、伊豆沼方式と呼ばれている、まあ、オオクチバス駆除の進展、まあ、その前後のですね、かなり膨大なモニタリングデータが、まあ、公表されています。左のグラフがですね、まあ、ブラックバスの、オオクチバスのですね、まあ、個体数のグラフですが、まあ、2000年代前半、オオクチバスが増えていく中で、まあ、2000年代中盤からですね、このオオクチバスの駆除、対策というのが行われてきています。まあ、駆除対策は、まあ、非常にうまくいってですね、2000年代後半以降、数がどんどん減ってきているというのが、左の一番のですね、ラインになりますね。で、次に右の図ですね。まあ、バスが、オオクチバスが増えるのと、まあ、歩調を合わせるように、在来種が、減っているという状況がありました。で、その後ですね、バスが減っていくのと合わせて、劇的にですね、在来種が増えているといった、まあ、データが出ていまして、まあ、すなわち、オオクチバスによる影響と、駆除によって、在来種が減る、まあ、そういった効果を、まあ、端的に示したですね、まあ、非常に、まあ、わかりやすく明確なデータが出ているのかなと思います。で、まあ、在来種の個体数そのものもそうですが、特に個別の希少種にもですね、まあ、大きな保全効果があったというところが、まあ、わかっていまして、まあ、その一番、わかりやすい例は、このジンタナゴというタナゴの仲間ですね。2015年にですね、まあ、オクチバスが減ってきた中で、まあ、19年ぶりに伊豆沼内で、生きた個体が捕獲されて、でさらに、今年の、冬ですね、つい先月の、朝日新聞の記事でしたけれども、ついには湖内で繁殖していることが、確認されたと。20年ぶりということですね。まあ、これ、ブラックバス、オクチバスがですね、増加したときに、まあ、捕食によりですね、ジンタナゴがいなくなったと、考えられています。で、まあ、あの、伊豆沼の周辺にはですね、いくつかため池や消火栓がありまして、まあ、そういったところにはですね、ジンタナゴが、まあ、多少なりとも生き残っていたということが、まあ、分かっていましたので、まあ、湖内で、オオクチバスが減ったことによって、まあ、そういった周辺の環境から流れ込んできたジンタナゴが、まあ、育つ、まあ、余地ができて、まあ、それで増え、さらに繁殖まで至ったのではないかというふうに考えられています。まあ、このように駆除が非常に効果があったという事例は、国内でもすでにあるという状況にあります。まあ、いずれの方式によるオオクチバスの駆除法についてはですね、マニュアル化して丁寧に解説されていますので、ここでは詳しくは解説しませんが、まあ、基本的にはですね、生活取得性を考慮した手法ということで、まあ、制御、乱、治療、幼魚と分けてですね、それぞれに合った形での駆除をきちんと行ったことが、まあ、そういった劇的な効果を生んだ理由だというふうに考えられています。まあ、電気式予防を使った制御の駆除、それから人工産卵床を使った卵の駆除、それからすくい取りによる稚魚の駆除、そして定置網による幼魚の駆除、まあ、こんな形で整理されています。一方でですね、まあ、水産漁業種として漁業権が認められている湖もあります。代表的なのはこの4漁協ですね。神奈川県の芦ノ湖、山梨県の山中湖、河口湖、西湖ですね。ご存知の通り、まあ、ルアー釣りの対象として、まあ、非常に人気がある魚です。まあ、日本釣り振興会の試算では、まあ、ちょっと昔のデータですけれども、まあ、経済効果が非常にあるというふうにしています。ただ、その後はですね、まあ、オクチバスのものの減少、あるいは、ソルトウォーターフィッシングというの移行によって、まあ、減少しているということを、釣り振興会の方も、考察はしていますが、まあ、そういった、効果のある種として、まあ、これの漁協では、漁協権を認めて、まあ、そういったオクチバス釣りで、まあ、お金、収入を得ているということになります。これはきちんと環境省が許可を出している、場所ですね。
ただですね、ブラックバスについては、まさにこの違法放流の問題というのが付きまとっていまして、事例としてはですね、いくつか報告がされています。で、ご存知の通りですね、2005年以降はですね、オオクチバスというのは、特定外来生物に指定されていますので、放流は犯罪なわけですけれども、釣り目的と思われる違法な放流というのは、もう明らかなものが証拠も含めてですね、論文等で報告されているという状況にあります。そういったところで、釣りを認めるという一方で、そういった違法放流が続いている状況もあるというところもですね、事実として、知っておく必要があるかなと思います。ではですね、そもそもなんでこの外来対策が必要かというところをちょっと説明していきたいと思います。国の環境政策の現状をまとめた環境白書というものがありますが、現在ですね、実は環境白書、の中にですね、循環型社会白書、生物多様性白書、この3つがですね、合体した形になっています。かつてはですね、環境問題といえば、水素濁とか大気汚染、廃棄物、いわゆる公害的なものですが、現在は、この循環型、リサイクルですね、と生物多様性の3本柱となっていると、いう状況に、大きくですね、社会は変わってきているんですね。その生物多様性が3本柱の1つだということに、なっている。じゃあ、なぜそういう必要があるのかというところですが、端的に言えば社会的行政的課題になっているからですが、じゃあ、なんで社会的行政的課題になったのかというと、持続的な社会構築の上で必要だからと。こういうことが分かってきたので、重要な環境問題として認識され、解決に向かっているという現状になってきていると。そういう、現状にあるわけです。一般的に生物多様性を損なう要因は4つとして整理されていまして、開発、働きかけの縮小、人間に持ち込まれたもの、地球環境変化、というふうになっていますが、その中でこの3つ目ですね、第3の危機。これが具体的にどういうものかと言いますと、化学物質と侵略的な外来種。すなわち外来種というのは、生物多様性に大きな悪影響を与える問題であり、解決しないといけないといったものの、柱の一つであると、位置づけられているということが、ここからわかるかなと思います。じゃあ、生物多様性の保全どういうことかと言いますと、専門的には生態系、種、遺伝子の3つの多様性からなると。で、いろんな環境があって、その地域にもともといろんな種類がいて、さらに、地域によっては、それぞれ異なる遺伝的特徴を持っていると。こういったものを、ひっくるめて生物多様性というふうに定義しまして、その地域にもともとあった生態系種遺伝子の多様性を、利用できるように、次世代につなげていく。これを生物多様性の保全というふうに呼んでいます。じゃあ、なんで生物多様性を保全する必要があるのかというですね、その意義については、国の方で、国家戦略という形でまとめられています。4つですね、の、意義があると。1つは基盤サービスですね。生き物が、生み出す大気の物質。それから2番目が供給サービス。これは一番身近でわかりやすいものですが、食料とか薬品の原料ですね。それから3つ目が文化的サービスということで、研究なんかもここに入ってきますが、文化の多様性としても重要なものである。それから4つ目が調整サービスということで、地球温暖化の緩和とかですね、病害虫の大発生を抑制したり、こういった利点が生物多様性を保全する上で我々にあるということが、分かってきたということになるわけですね。経済的価値についてもいろんな試算があります。実際のところですね、生物多様性の、経済的価値の、試算、計算というのは非常に難しくてですね、いろいろな考え方がありますが、どう考えてもですね、かなりの経済的な価値があるということは、これはもう明らかであるということになっています。で、一番ですね、我々にとって身近でわかりやすいのは、やはり食べ物としての価値ですね。野生の生き物というのは食べ物として非常に重要です。特に海洋資源は自然採取が中心ですし、養殖を行うにしてもですね、その養殖の餌、大部分が自然採取になります。実際ですね、うなぎが非常に減ってきていて、気軽に食べられるようなものでなくなっているというようなニュースですね、見たことがある方もいるかもしれませんが、生物多様性が破壊されると、こういった生物を食用として利用することができなくなる。写真である握り寿司なんかはですね、特に生物多様性の恵みの最たるものですが、
生物多様性が損なわれてくると、こういった寿司ネタが一品ずつ減っていってですね、最後はキュウリと卵だけになってしまうと。そういうような状況が、明白でしだしたというところが現実として、あるわけですね。その他ですね、特に、人間に役立つというようなところでは、いろいろなニュースが最近は、出てきているのを見ることがあるかもしれません。例えば、土壌中のですね、線虫という小さな生き物が、癌の検査のですね、指標として役立つんじゃないかというような研究。あるいは、黒カビがですね、脳梗塞の治療薬になり得る特殊な物質を出しているという研究。あるいは塩辛トンボという身近なトンボがですね、体表に分泌するワックス。これが新しい日焼け止めになるんじゃないか。それから、つい、先日もですね、盛り上がられている代わりの巣ですね、巣というか産卵するときに、ブクブクと泡を出すんですが、その泡の中から、新物質、新タンパク質が、多数に使って、保湿剤とかですね、そういった新しい薬になるんじゃないかといったような、研究が発表されています。そういった科学技術の進展によって、これまで思いもしなかった生物から思いもしなかった利益が出てくると、そういう発見が、どんどん出てきているという状況が、あるわけですね。で、役立つ生物っていうのは、一つの見方でありますが、実は役立たない生物もないという話なんですね。あらゆる生物とつながっています。例えば、うなぎという生き物、わかりやすく役に立ちますけれども、うなぎを、保全するには、その周辺のこれだけの関係性、これでもかなり簡潔にしたものですが、こういったものを守っていかないといけないということで、つまり、特定のですね、有用な種だけ守ることはできない。さらに言えば、役に立たない生物はいないというふうな言葉がかかってきたというところで、生物多様性の保全という考え方でやっていく必要があるという結論に、社会的に、世界的にですね、達したというのが現状なわけです。そういったことを踏まえまして、国内の法律、指針なんかはですね、どんどん整備が進んでいます。国内で最も重要なのが2008年の生物多様性基本法ですね。これによって、生物多様性というのは基本的に保全しながら、あらゆる行政的な取り組みを進めていかなくてはいけないんだということになっています。国交省、農水省、管轄部門についても、特に河川は実は早かったんですけれども、改正河川法の中で、治水、利水に加えてですね、河川環境の整備と保全もその河川管理の目的に位置づけられています。それから、農水省関連で言えば土地改良法とかですね、内水面漁業振興法なんかでも、その自然環境の保全とかですね、環境の調和、こうしたもののバランスを考えながら、農業推進、水産業推進を進めていくという方向に、これ転換しているわけですね。そういう状況が今あるというところは、よく理解しておく必要があります。それからですね、昨今では全く別ラインですね、その重要性が、出てきている中の SDGs というものですね。持続可能な開発目標ということで、2015年に国連サミットで採択されたもので、日本としても、主管が外務省になるわけですけれども、積極的に推進していっている状況です。SDGs という言葉をですね、テレビなんかで見る機会も最近では多くなっているんじゃないかなと思いますが、生物多様性は、その持続可能な開発、社会づくりにおいて、基盤となるものだというふうに続けられていますので、非常に重要な部分になってくるわけですね。この中で14番、15番ですね。その他ですね、経団連が生物多様性宣言イニシアチブを、発表したりですね、環境大臣がポストコロナ、生態系と共生する社会のあり方を議論したりといった部分がニュースになったりしてもいます。去年ですね、去年から今年にかけて、非常に、問題になっていた、世界的に問題になっていたのは新型コロナウイルスですが、これについてももともと野生生物、コウモリ類の持っていた感染症、これが人間の方に広まってきたものであるという、可能性が高いことが指摘されています。生物多様性の破壊によって接触の機会やルートが増え、そして人間社会に広まったという部分がですね、まだ可能性の段階ですが、かなり指摘されてきていまして、そういった生物多様性の損壊というのは、いろいろな大きな問題にもつながるというところが、これはかなりですね、確からしいこととして分かってくるという状況にあるわけです。福岡県でも生物多様性戦略というですね、法定計画を策定していまして、
まあ、2018年から第2期が始まっていますが、まあ、そういった形で、まあ、社会全体として、まあ、生物多様性を保全しながら、世の中を作っていくという方向に、まあ、この10年ぐらいですね、まあ、一気に転換してきていると、まあ、そういう状況があります。で、まあ、生物多様性の保全を何のためにするのかというところですけれども、まあ、野生生物や生態系のためといった部分はもちろんありますが、何よりも社会的課題として、まあ、このようなですね、法整備、指針整備がされている理由は、まあ、人間社会のため、我々にとって、まあ、必要だからだということが、まあ、分かってきたというところに、あるわけですね。で、まあ、どの生物が、まあ、いつどのように役立つかわからないという部分、まあ、究極的に言えばどんな生物も役立ちますので、まあ、未来へ資源を残し、まあ、持続可能な社会を構築していく上で、まあ、生物多様性保全の観点が必要不可欠であると。いうことが分かってきたというのが現状に、あるわけですね。まあそういう中で、まあ外来種問題というのは、まあ捉えなくてはいけない部分がありまして、まあ生物多様性を損なわないという考え方で、侵略的な外来種と、どう付き合っていくかというところを考えていかないといけないというところが、まあ重要な視点になってきます。で、まあ、小川の方ですね、ちょっと話を、ガッとですね、変えますけれども、じゃあ、小川にはですね、まあ、重要な生態系、生物多様性はあるのかというところをですね、最後にちょっとお話ししたいと思います。小川はですね、私もこの、20年近く何度も行って、魚の調査してますが、小川水系から、在来種だけで、約90種の魚類が確認されています。これは福岡県内では、筑後川、矢部川に次いで種数が多くて、非常に種多様性の高い、重要な河川ですね。まあ、代表的なものとしては、御賀辻島土壌というものがあります。まあ、これは私が、新亜種としてですね、名前をつけて論文として発表したものですが、御賀川の固有亜種、まあ、地球上で御賀川水系にしかいない独特な島土壌ですね、2012年に記載されました。それから、カゼトゲトナゴというトナゴがいます。これは九州北部の固有亜種ですが、まあ、遺伝的にはですね、4集団があると。ということが分かっていまして、そのうち、まあ、御賀川、紫川には、固有のですね、遺伝的集団が分布しています。紫川ではですね、河川改修の影響でほぼ絶滅状態にありますので、まあ、御賀川というのは、このカルトリトナゴの御賀川集団の最後に残った非常に貴重な、一大生息地ということになります。それからですね、御賀川の魚類層の特筆すべき点は、まあ、東日本の要素がちょっとあるというところですね。まあ、九州、先ほど言った九州固有の種類、それから西日本固有の種類が、主なですね、構成要素ですが、一部にですね、鮭とかですね、シラウオ、日本イトヨといった、まあ、こういうですね、まあ、あまり九州では他では見られないような、魚も、御賀川を生息地にしているという事実があります。特に鮭については、江戸時代から知られた産地で、まあ、ご存知の方もおられるかもしれませんが、鮭神社なんていうものもですね、御賀川流域には、立っています。まあ、そういった非常にですね、生物多様性保全上ですね、県内でも独特で重要な河川だというところが、御賀川の、特徴です。ただ一方で、外来魚が多いというところもありまして、まあ、今回の、まあ、話題の中心であるオオクチバスの他にですね、ブルーギル、カムルチーといった国外外来種、それから、ハス、ワタカ、ビワヒガイ、ゲンゴロブナ、ヘラブナですね、といった国内外来種、が、まあ、流域全体にかなり広く、また多くですね、生息しているという現状もあります。また、定着繁殖はしていませんが、まあ、2014年には、アリゲーターガーもですね、御賀川で見つかっています。なので、御賀川の外来魚に関する問題というのは、まあ、結構ですね、重要な、県内でもですね、危機的なところにあるという現状も一方ではあります。これはですね、飯塚市内の御賀川の周囲を撮った写真ですけれども、銀ブナの前にですね、大口バスとニシゴイがいます。ニシゴイは当然外来種ですね。まあ、こういった光景が、まあ、ちらほらですね、御賀川水系内に見られると。まあ、この川はですね、まあ、こういった外来種もいますが、一方で、御賀辻島土壌とかですね、カゼトゲトナゴも生息している川で、まあ、こういったところの、保全対策、外来種対策を、まあ、どうしていくかというのが、まあ、結構重要な課題になっているわけです。一方で自然再生もですね、かなり進んでいるというのが御賀川の重要なところで、中間市の中之島湿地再生事業とかですね、あるいは河口岬の多自然魚道、これは九州の中でもですね、かなりですね、いい事例として、まあ、自慢できるものではないかなと思います。まあ、中之島の湿地再生では、寺西節次元語道や
まあ、日本バラタナゴといった希少種の、まあ、生息も確認していますし、まあ、自然漁場では、うなぎがですね、きちんと登ってきているというところも確認できています。まあ、したがって、まあ、いい事例というのも、かなり進展しているというところも、本土側の重要な部分ではあります。ということで、まあ、最後になりますが、まあ、いろいろな視点があるかと思います。まあ、ただみんなの運河側という中でですね、まあ、外来種問題は、やはり環境問題、社会問題という位置づけで見ていく必要があるわけですね。この10年で、まあ、法令、社会情勢が大きく変化しています。まあ、そういった状況を踏まえてですね、外来種問題を中心に、まあ、今後ですね、どういうことを目指していくかというところをですね、考えていく必要があるというふうに私は考えています。まあ、今日はですね、その、考える材料としてですね、まあ、法令の話、あるいは生物多様性の話を中心にちょっとお話をさせていただきました。まあ、そういった議論のですね、叩き台に、少しでも、なれば、幸いと思います。私の方からは以上です。どうもありがとうございました。